皆さんこんにちは。今日は珍しく、まだ、日が落ちていない早い時間からインスタライブ配信したいと思います。今日はこちらの、いつも、家づくり、私たちの家づくりでお世話になっている金田木工さんのアトリエと、奥に工場があるんですけど、こちらにお邪魔しています。で、結構工場見学とか私がワクワクするんですけど、まあ視聴者の中にも、まあ、そんな方がいらっしゃったらいいなと思っています。では早速ちょっとアトリエの中に行ってみましょう。こんにちは。もう始まってます。はい、今日は珍しく、16時から配信です。 今こんな感じで流れてますから、すごい。はい、こちらのお二人が金田木工所の落合さん、おご夫婦です。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。ここ素敵なアトリエですね。ここ結構実際お客さんも来るんですか？ここ座っていいですか？あ、どうぞ座っていいですか？ここに足運ぶお客さんも多いんですか？あ、はい、いらっしゃいます。はい、はい、いただいていらっしゃって。ごめんなさい、ちょっと今マイク拾ってなかったかもしれない。これをこれ一回外します？いやいや、あったほうがいい、あったほうがいいですか？見てるどうもこうテカって全く見えてない。光って見えない。これでもまあコロナ対策のパーテーションですよね。はい、そうです。これは、はい、そうです。今うちで作ってる、はい、商品としてお作りしている品物です、商品です、はい、バカ売れしてるんですよ。バカ売れ。これともう一つ小さいバージョンと二つあります。いや、でもなんかこう すっきりしてていいですね。ここのフレーム、はい、細いフレームにしたいなと思って、はい、すっきりしたデザインにしたいっていうのと、あとこの下がこう10センチほど空いてるので、はい、品物の受け渡しができるように、はい、このスペース上げて企画した商品です。今のところ全国、おかげさまで全国に配送させていただいてます。そもそも木工所さんって何するとこって知らない人が多いかもしれないですね。はい、これを作ってるだけじゃないですよね。そうですね。本来もともとここの会社は木製の建具、ドアを作る会社として始まっていて、で、今はまあ、お仕事の内容が広がって、まあ、造作のオーダーの家具とかオーダーのキッチンとか、まあ、あとはその他木製でできる造作の部材だとかっていうものまでやってます。他に何かありますか、社長？次期者です。いや、もう何でしょうね。すごいテカってて、これは顔が見えて、男も見えてない。もう見えてない。もう見えてないですよ。まあまあ、だからまあ、じゃあ実際にお客さんもこういう目に遭うってことね。ああ、でもなんか。カメラを回すと、うんうん、あ、カメラ越しで見た方が、うん、テカってますね。テカってますね。でも実際こうカメラなしで肉眼で見てもやっぱりちょっと反射は、ね、反射はそうですね。ありますね。うん、反射抑えられたら5万円で売れるんじゃないですか。
アクリルって素材やらざるを得ないから。そうなんだ。このけどガラスでやるわけにこれはいかないですからね。ああ、そうですね。危ないので。ね、まあ配送じゃなくて直接持ち込めとかだったらまだいいかもしれないですね。結構見られてますね。視聴始めましたって言うんですね。あと今見ていただいてる人数とかも上の方に出てるんですよ。どこ見るんですか？ここの数字です。あ、それが今リアルタイムで見てる人の数ですね。あ、そうなるんですね。はい、はいはい、あの何かご質問ありましたらぜひお二人が何でも答えてくださるそうなんで。ここはどういうことする場所なんでしたっけ？ここはもともといらしていただくお客様と商談打ち合わせをするスペースとして使っていて、まあ、あとはその見本になるサンプルですとか、あ、なるほど。あんまりトントン。こういう木の扉なんかのサンプルですとか、こういったものを見ていただきながらその仕様を決めたりとか、あとはまあキッチンの場合でしたらこれ天板の簡単素材ですよね。ステンレスとか人材とか人工水晶とかそういったものがありますみたいな。人工水晶、ええ、これはクォーツドストーンって言うんですけど、系の材料。落合さん、質問来ました。はい、ひでこさんから、はい、得意な家具は何ですかって。得意な家具、得意な家具は何ですかって質問。いきなりド直球です、ね、得意な家具、まあ、基本的にうちで一番多いのはやっぱりそのキッチンの収納関係が一番多いです。まあ、基本的にああいう本棚ですとか建物に作りつける家具が中心のですね。今やはり一番多いのはキッチン周りの収納関係が比較多いです、はい。新築のお客さんとリフォームのお客さんはどっちが多いんですか？新築のお客様が多いですかね。リフォームの場合ですと、まあ、新規で家具を作るっていうよりは既存のドア建具を新規に作り替えるとか、そういうリフォーム需要というのがあります。リフォームでなんか収納を作るときってどこの収納を皆さんオーダーするんですか？リフォームでやる場合は、まあ、もしあるとすれば今やってるのがやっぱりキッチン前リビング側の収納の壁面の収納、基地前収納っていうんですかね。そこは今これからやる予定のところ。じゃあ新築時の計画だとそこの収納が圧倒的にみんな足りてないってことですか？キッチン周りが。そうですね、基地だとキッチンの背面収納とかは特にリビング、はい、ダイニングから直接見えるので、そちら側は、まあ、キッチンの方は、まあ、システムキッチンさんのメーカーのものを設置していただいて、背面側は見えるのでそこをもっと効率よくしたいとか、もし見えるところなのできれいにおしゃれにしたいとか、そういうご依頼は多いです。うちの会社はこう新築メイン、はい、まあ、新築はほとんどなんで、まあ、やっぱりキッチン周りの収納とかいろいろお客さんとこう打ち合わせしながらやってますけど、はい、ね、本当に果たしてそれで足りてるかどうかって分かんないし。そうですね、あとは実際こう暮らしながらお客さんのライフスタイルも変わったり、そうです、ね、家族構成も変わったりすると、まあ、必要な収納とかも形とか量も変わってきますよね。そうですね、後から収納を作るとすると最初からその計画になかったりするので、うん、場所的にもやっぱりキッチンのリビングワーの前あたりの壁面にちょっと作るとか、まあ、そういったスペースを活用される方が多いと思います、はい。ひでこさんからありがとうございます。お礼がコメントが入ってます。ありがとうございました。今の答えでよかったんだろうか。もう一個は質問来ました、はいはい。オーダーだと金額の相場はどれくらいですか？お作りする品物と
それから、まあ、じゃあ多分例えば既製品を買った場合に比べてってことじゃないですか。例えば例えばああいう本棚って、まあ、普通家具屋とかでも売ってるじゃないですか。そうですね。それ買ってきてやるとまあポンと置くのか、ちゃんとそこの空間に合わせたサイズで作るとかって、はい、まあ、やっぱり使い勝手変わってくると思うんですけど。そうですね、はい、例えばそういう、まあ、そういう棚に関わらず既製品、例えば既製品と比べて、既製品と比べて、まあ既製品ピン切りではありますけど、どれぐらいするかな、3倍から5倍ぐらいしちゃってるかな、そんなにしないか、そんなにしないよ。いやでも IKEA の安いよ。まあまあ IKEA は安いですね。どこと比べるかって、そうですね、どこですね、そうですよね。僕らの品物の中でも材料と作り方、作り込み方によって全然開きがあって一概に言えないんだよね。ちなみにこのコロナ対策のパーテーションはおいくらなんですか。15,000円。あ、税別で15,000円です。15,000円ですね。これその金額決めるときってなんかいろいろ他の商品とかっていろいろ調査したんですか。あんまりまだ出てない。アクリルだけしかの、アクリルだけのパーテーションしか出てなかったんで、はい、あんまり参考にしなかったですね。単純にまあ作るのにかかった材料と時間でまあこのぐらいかなみたいな感じで。そうですね。あ、なんか少し安くなってます。ああそうなんですか。コロナ対策なんで。そう、コロナ対策応援価格。あ、なるほど。ちなみに購入はどこでできるんですか。あ、ここで。あ、お店に直接来てもらって。配送してるんですけど、ネットですね。ネットで、あのホームページからお問い合わせいただければ、はい、なるほど、はい、ということなんで、あの金田木工所さん後でリンク貼っておきますんで。ぜひご覧になってください。金額なかなか難しいですよね。でも難しいですね。でもまあ普通に考えたら当然既製品よりは高いんだろうなって多分みんなは思うと思うんですけど、結局あの一点物で量産でできる機械があるわけでもないし、それを動かせるわけでもないので、まあ、基本的な機械以外はほぼ全て手作業なんですね。ですので、まあ、どうしても1日何百台って作れる会社に比べると、まあ、当然高いかな。ひでこさんのこう疑問に今ので答えられましたかね。ちょっと分かんないですけど、じゃあちょっと工場の方行ってみましょうか。はい、はい、いいですか。はい、はい、こっちから、はい、こっちから。あ、これしょ、タブレット、あ、タブレット持って、あ、そう、タブレット、はい、持ってってください。それ見てていいですよ。こっちは映すなって言われたんですけど、材料がたくさん入ってますね。はい、いやこっちは映すなって言われたんですけど。ここはいつも普段作ってる工場です、はいはい、まあ、真ん中に製作スペースがあって、その周りをぐるっといろんな工作で取り囲むと、まあ、そういう配置になっています。で、私たちの場合は大工さんみたいに現場で、工事加工したりとかっていう割合が極端に少なくて、この工場で作った製品をこう現場では取り付けるという据え付けるっていう作業だけになっていますので、現場ではほとんど滞在時間は少ない職種業種です。じゃあもうほとんど基本的にここでもうある程度もう完結させて、そうですね、うん、感じ、そう仕上げた状態でお届けに向かっています。今日なんか作業中のものあるんですか。今これがもう少しで出来上がりの
商品ハブで、はい、この子はあのキッチンのカウンターですね、アイランドのカウンターになります。ここに、ご要望はここにあのレンジとトースターみたいなものを置かれて、はい、なので、まあ、コンセントを接続できるようにここに開口が開いています。あ、なるほど、はい、でこれはもうこの家具の中に配線が立ち上がってくるようにしてあるので、あのすっきり据え付けるようにしています。でその後ここはぐるっと L 型のカウンターがあのつくようになっています。なるほど、はい、あとはこの L 型のカウンターを作って天板のメラミンを貼って引き出しを作って完成みたいなものになっています。またすごい雨降ってきましたねこういう雨とかってなんか当然なんか湿気が増えたりとか、こう材料剃ったりとかなんかするんじゃねえかなと思うんですけど、なんかそういう対策とかなんかしてるんですか？基本的にはまあ換気扇回して、はい、扇風機回して室内の空気流すとか、そういうことをしてます。どうしても湿気時期が続くとやっぱりあのカビたりとかはしてしまうので、それがないように換気はしていく。もうこちら創業何年ぐらいなんでしょうか？会社自体ですか？会社自体は、会社自体が107年。107年、すごいですね、はい、もうあと3年で創立110年、10周年になります。京子さんで何代目ですか？4代目。なんか作るものってなんかだんだん変わってきたりしてるんですか？そうですね、もう最初はやっぱり木製建具が多かったんですけど、で、まあ、あと病院さんとか、美容師さんとかの仕事がうちは比較的多かったんですけど、今は比較的住宅関係、特に基地間の家具が多いです、ね。キッチンそのものもオーダーを受けたりすることもあります？はあります、はい、キャビネット自体の製作と、はい、あとキッチンの設備関係の据え付けまではうちであの受け入れるようにしています。今回たまたまちょっとキッチンの、ね、キッチンがないんですけど、はい、これもう完成させた状態でこれ運ぶんですか？そうですね、私たちの場合はもう完成系で運びます。あと現場では据え付けのみ、はい、まあ、サイズが、まあ、どんな重くなっても割と組んでるか、まあ、規模にもよるんですけど、これもこれ以上大きいものですと、一体で作って運ぶっていうのが、重要的にもあの現場の搬入も大変になってくるので、そういう場合はいくつか分割した状態で作って現場で一つにあの固定します。これぐらいまでだったら一体で作ります。ちょっとなんか壁際にいろんな機械が並んでますけど、これは何の機械ですかね？この機械は調子上げ、調子上げカンナ板といって、こういう木材の厚みを決めた後に、手がんなでかけたような感じのものをきれいなあの機械でかけるもの、カンナを機械でかけるものです。でそれこれをこの機械を通してくると、きれいにカンナのかかった状態のものになります。なんか通してみます？そうですね、通してみ見ていただけますか？あとちょっと昔から疑問があったんですけど、あの大工さんずっとこう調子上げ調子上げって言って、あ、自分も調子上げ調子上げって言ってたんですけど、あ、調子上げの調ってどういう字書くんですか？調ってあの超すげえの調ですね。あ、そう、あ、そうなんですね。超調子上げです。調子上げなんだ。超すげえカンナがかかった仕上げってことで調子上げなんです。
はい、じゃあ今からちょっと超仕上げしてもらいます。これじゃあ最初はこうなんか高さ調節とかですか。そうですね、通す材料に最適な高さにその先設定します。で回してで通すと、あ、本当にかん、まあ、機械がカンナをかけてくる。そう、そういうことです、うん、ここをベルトを 通すことによってベルトを下にベルトが回ってて、はい、そこを通ってくるとここにカンナの刃があります、はい、でそこを通過するとこういうふうに手金でかけたように綺麗な仕上げになる。で、カンナ通すと、うん、つるつるに光沢があるぐらいのものになる。で、これを、まあ、この工程を、まあ、カンナをかけた状態になります。基本的に材料全部超仕上げ通すんですか？通すものもあれば通さないものもあります。例えば、塗装をかけるとか、はい、そういう場合は逆にサンダーストップっていって、サンドペーパーで、素地、生地を調整したもの、はい、で止めておく場合があります。そうですね、ツルツルだと塗料塗らなかったりしますね。そういうことです、うん、なので塗装しないものは基本的にこういうカンナ掛けしたものになります。だから障子とかはこの超仕上げを通したものを使います。ひだこさんが超仕上がってるってコメントありますよ仕上がってる、うん、まあ、そういう機械です。この機械はここに数字書いてますけど、これは、これいつ頃かカンナ新しくしたかった刃を変えたかっていう微暴録のためにで、まあ使っているとこれ刃が切れなくなってくるので、はい、これはもう定期的にカンナは研ぎに出すんですか？交換？あ、そうです、研ぎ屋さんに研いでもらって、でここで研ぎ上がったものをここにセッティングをしてで交換しています。という、まあ、そういう機械です、この機械は。はい、じゃあこの お隣は何でしょう？あと、この機械は昇降板。昇降板。昇降板って言います。昇降というのはこの上下が昇降する、上がり下がりがするっていう、はい、これで上がり下がりをします。はい、丸のこの刃だけが上下してないですね。上板が上げ下がりすることによって刃が出たり下がったりします。でこの機械は何のためにある機械かというと、こう材料を縦に裂く機械ですよね。なるほど。こういう幅のものを縦に裂く板で、この幅が欲しい幅に設定します。あとはこのちょこっと保存ですね、保存の加工をしたりとかっていうのは、まあ、こことこれでやったりしてます。保存っていうとこう一般の方は分かんないかもしれない。あ、そうか。そうだな。なんかいいのがないかな。今ちょうど建具がないので。なんかないかな。今ちょうど建具ないので。保存の説明するのに、保存ってどう、はい、部材と部材をこう接合する部分の加工ですね。じゃあ飛ばしましょう。そういうだけまあこの機械はそういう、木工場ではまあ一番オーソドックスな機械ですけど、はい、一番大切な機械、いいです、はい、よく使います。あとは順番的にはどうだろう、プレス、あれは一番大きな機械ですか？うちではそうですね、はい、大きな機械ですね、はい、これはパネル層という機械になります。まあ、この機械は何のための機械かというと、大きな材料を欲しい寸法にカットします。ちょっと一回カットしてみますか、はい。お願いします。それ実際使うやつですね。
あ、あれの天板。天板ですよ、ね。天板に使います。はい。じゃあ実際に使うサイズでカットお願いします。後ろにノコの刃がついています。それがこう上げ下げします。なるほど。ちょっと音、ま、大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。そう、全然分かんなかった。あ、ノコ、ノコの刃はこっちにあったんですか。はい、ノコの刃はこっちにあったんですか。そうです、そうです。ノコ動いてるのは外から見えないですね。はい、外、ノコが動いてるのは外から見えないんですね。あ、見えないです。この裏にあの機械があります。ノコの刃がついて本体の、モーターの裏に。それが上下に上がりすることによって、はい、台を切ることができます。なるほど。で、今切った寸法は。ここに使う材料、はい、であとはこれで速乾ボンドっていうボンドを使って固定し接着して、はい、でわざとこれ出っ張らせてますので、出っ張ってるところを全部取り回っていう機械で綺麗に取ってって。出っ張りがないように、痛くないように、加工していきます。じゃあ、まあ、さっきの機械でサイズ、まあ、固定あの、しっかりカットするわけじゃないと思うんですね。あれは、今の使い方はそうですね。で、例えばあれでぴったり欲しい寸法通りに製品をカットすることもできます。で、大体あの機械だと精度の誤差は1ミリ以下に抑えることができるので、はい、精度の高い商品ができるということです。それボンドで固定してみますか。あ、もうつけます。はい、社長は実際なんかお手伝いすることはある？あ、たまに納品に一緒に行ったりしてます。でもなんか実際作ったりはしない？しないです、しないです。箸より重いもの持ったことないんですけど。いやもう危ないんで。ああ、まあまあ確かに危ないです。確かに危ないです。本当に危ないんで、はい、なんかいいですか、映して。はい、
これはまず、はい、今のは、ま、何をスプレーされたんですか。これボンドです、ね、ボンド、ボンドですね。吹き付けました。これはあの両面吹き付ける必要があるので、はい、あっち側も、あっち側にも、はい、またこう質問が入ってるんですよ。天板は木に見えますけど木じゃないんですね。はい、大橋。木に見えますけど木じゃないんですね。あ、そう、そうです。最後の仕上げがってことですかね。仕上げだけはそうですね。はい、木では。プリントした木ですよね。プリントした。はい、お茶屋さんが一生懸命、ボンドをスプレーしています。これ木工用ボンドじゃないんですね。あ、これはゴム系のボンドです、はい、木工用ボンドは水性ですけど、こっちはゴム系です。利点はあのすぐにつくんです。結構なんかこういう製作のものってなんか10年ぐらい経ってるとこういう小口がなんか剥がれてきたりするんですけど、それってやっぱボンドの強度によるんですかね。メーカーのものとかだとまた接着剤の種類が違って、ホットメルト系の接着剤を使うんですけども、その場合は硬化が不良があったりするとやっぱりちょっとめくれて剥がれたりしたりはします。はい、なるほど。楽しんごさん、コメントありがとうございます。SYA さんから今日は何作るんですかって質問があったんですけど、まあ、途中から見てる方もいるんで、これ今何の作業をしてるところなんですか。作業台、キッチンの作業台の天板を加工してます。ちょっとなんかこうやって見ると分かんないですよね。こっちからの方がいい。こっちからの方がいいですよね。これ実際はキッチンの隣にこれを置くんですか。分かんないですか、ね、これキッチンの反対側だよね。そう、隣なの、うん、こっちにキッチンがあって、あ、ここがアイランド状態になる、はい、なるほどね、はい、温度が乾いてくるまで数分待ちます。あ、すぐに貼り合わせるわけじゃないんですか。5分程度温度がある程度乾くまで待って、はい、でそこから接着始めます。でその間にどうしようか。あ、その間に、うん、その乾燥して待ってる間にまた他の作業を進めます、はい。
あ、これがあのカウンターですね。これがあそこにつくカウンター。はい。制作途中。ちなみにもう37分経過です。これの名前はパネル層でしたっけ。そうですね、パネル層です。最大で2400ミリまで切ることができます。ちょっと無理、頑張って無理すれば2600ミリぐらいで、はい、あとこの機械も説明してなかったですね。あ、そうですね。これはプレーナーですか。これが、そうですね、これがあのまず先に、こっちは先で、手押し一面がカンナ板といって、はい、これでまず基準、木材の基準になる面を作ります。はい、例えば、ザラザラした木が。ここにまだあの製材、あの製材しただけのボールナットがあります。でこれを、ね、これをちょっと仕上げてみます。今の作業で直角が決まるわけですね。はい、そうなんです。このまず基準になる面が決まって、で今こっちの面もかけたカンナかけたので、ここで直角が出てます。でこれだとまだこの厚みが決まってないので、これからこっちのあのプレーナーでこの厚みを決めていきます。例えば今この板が25、6ミリぐらいなので、25ミリにしたいなというときは、ここで25ミリに設定します。で木の習い目、木に目があるので、習い目という方向で入れます。両面きれいな面が仕上がったあの板になる。なるほど。でこれだけだとまだ表面の仕上げは完璧でなくて、例えばその塗装するんであればサンダーをかけてあの塗装しやすい下地を作るまでをします。であとはさっきご覧いただいた調子上げをかけてカンナをかけた綺麗なあの材にします。で、まあ、一つ一つの部材をそういうふうに加工していって、最終的に、まあ、角材だったらこういうふうにで、細かいところ R をかけるんだったら R をつけたりして
まあ、これはまたパーテーションの足なんですけど、まあ、こういう加工にしてみて、でまあ細かいところ全部こういう一つ一つの部材を全部この加工していって最後組み合わせてこういう一つの その R の加工はどうやってやるんですか。あ、これはもう全部完全に全部手作業です。あ、全部手なんですね。手作業です。 ある程度はあの機械であの R の面を取って、あとは全部サンドペーパーをかけ当てて手作業で丸くしていきます。まあ、基本的にはあのこういう機械はそういうふうに使ってます。そうそう、5分経ちましたかね。ただ今度はこの天板のメラミンを貼って仕上げていきたいと思います。これはもうくっついたら1回で終わりなので、くっつかないように3ギを並べます。この3ギはくっつかないんですか。3ギはあの片面ボンド塗ってないのでくっつきません。あ、なるほど。ボンドとボンドの時はもうくっついてたんですね。なので、まあ、その特性を生かし活用して疲れませんで。じゃあここにベタッと触っても大丈夫ってこと。大丈夫です。あ、そうなんだ。あ、本当だ、くっつかない。うん、ここに最近まず並べます。次にだいたい位置を決めて、そしたら再現できます。これで失敗したらしゃれにならないです。まあドキドキする。いやでもなんか今 そんなに慎重にやってる印象を受けなかったんですけど、まあ大体もともとちょっと大きくして、あ、後でサイズ決めるから、四方5ミリ程度あの伸ばしておきます。それはもう力作業ですね。圧着していきます。なんか天板がすごいあの光ってるように見えてますけど、これはあの ビニール表面に、うん、貼ったんですね。メラミンの保護のフィルムが貼ってあります。どうしても加工工程であの傷がつきやすいので、今フィルムが貼ってあって保護されています。貼り合わせできました。はい、今度はこれを仕上げていきます。お、なんか すごい装備になりましたね。今度はちょっと音が大きいのです。はい、これがトリマーと呼ばれる機械で、この機械でこの出っ張った部分をあの切除していきます。なるほど。トリミングですね。はい、
なるほど。これで今粗めにあのトリミングが終わった状態です。これ どうやってここをギリギリカットしてるんですか。あ、それになんか定規がついてる。この先端にコロがついてて、これ以上中に入らないな、ここに当たってこれ以上中に入らないようになってます。ね、でギリギリ指で触ってちょっとまだささくれ立ってるぐらいまで、はい、あの刃は引っ込めた状態にしときます。で最後ここにな、最後そのささくれた部分をサンドペーパーを使って。割り取りしてきます。なるほど。お酒飲むんですか？いや、これはあのシンナーが入ってます。なるほど。で、はみ出た接着剤をあのシンナーで拭き取ってきます。触っても痛くないような。そうですね、はい、っていう作業をぐるっと4面やります。じゃあ今の作業もこの辺はもうすでに完了してると。はい、もうそれは終わったところで、あと最後鍵盤だけ貼っておしまいという状態になってました。そうですね、いろんな方が見てくださってますよね。これなんかこう、今みたいなこう手間のかかる工程わざわざ踏まないで、なんかこの板のサイズで最初から作ればいいんじゃないのと思うんですけど、なんで今回はそういう工程の作業になってるんですか。そういう作り方もあります。まあ、あとはこの板同士をもう先に仕上げた状態にして、でここをあのダボ接合っていって、ダボを入れて組む場合もあります。まあ、今回はまあこの板でこのメラミンの寒天板を後張りにしたかったので、はい、まあ、あとパネルで仕上げるんじゃなくて最後天板を貼るみたいな工程にしてます。まあ、それもケースバイケースで、例えばあの下駄箱とかロッカーみたいな同じ形のものが連続しているものの場合だったらダボ接合の方が早いので、あのダボであの最初から板を完成させてただ組むってだけにする場合もあります。まあ、こういうところにこうダボとかが出てきて埋め込まれてるちゃうからと、はい、今回それがないようにってことですね。そうですね、はい、工事は取り取るばかりなんですけど。そうですね、鼻毛伸びますよね。自分も最初社会人のキャリアのスタートはプレカット工場からだったんで。そしてやっぱりプレカット工場もあの埃と音の鼻毛が伸びる伸びる。もうあっという間に50分経っちゃいました。50分、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 50分
いや一応1時間、まあ最長で大体1時間なんですけど、全然尺持たないかなと思ってます。意外と。いや、 やっぱりね、なんかこういう作業してるのはこうなんか、いや見てると楽しいと思うんだけどな。ありがとうございます。あとこの機械はこの長さ方向の寸法を決めるための機械です。例えばここがそうだな、スケールは290ミリにしたい。290に設定して、なるとこれは欲しい寸法になってます。そのための。なるほど。はい、あとはあちらにある機械、まあ、ちょっと古いですけど、あれがプレス機で。プレス機。はい。はい、プレス機。骨をあ、こういう家具なんかの中はあの骨組みになってます。軽量化するために一つ一つここは骨が組まれています。で、組んだ骨に対して両面あの表面材を仕上げ材を貼ります。その貼るときにボンドをつけて貼るときに数トンの圧力をかけてあの圧縮します。で、固定あの固まったものをパネル層で切り回してっていう流れになる。なるほどね。そのための圧縮するためのあれはあれがなんか一番年季が入ってるんですか。そうですね。あれがこことあのもう一つ隣の工場の方に2台あります。はい、一番古いし、ね。でもなんかこう圧力かけるってなんか他のことにも使えそうですね。あとはあの簡易的に家具の組み立てとか、はい、小さなものでしたら入るので、はい、圧縮して家具を組み立てるとかっていうことに使えます。豆腐の水分抜いて高野豆腐にするとかは。ビチャッと作りたいですけど。まあ、そういう機械とか。まあ、大体うちにある機械はどのぐらいですかね。はい、ありがとうございます。はい、すいませんね、あの、はい、普段だったら集中して作業をやってる時間だと思うんですけど、ちょっと無理言って、はい、ちょっと解説していただきながら、ちょっと作業していただきましたけど、これはいつ頃現場に入るんですか。もう来週お届けする予定なので、はい、もう時期、はい、ということなので、はい、これはうちのお客様ですよね。そうですね、はい、どうぞ楽しみにしていてください、はい、でそろそろ、まあ、時間が、はいはい、やってまいりましたので、特にご質問とかがなければここで締めたいと思います。じゃあ落合さんご夫婦、本日はご出演ありがとうございました。はい、じゃあ本日のライブ配信たくさん見ていただいてありがとうございます。ではまた来週もよろしくお願いいたします。